本日はゴムボール野球後編。はい、どうも皆さんこんにちは、ゆうぽんです。本日はですね、ゴムボール野球で試合やってみた後編でございます。前半はですね、私が、いっぱい打ってですね、大量得点しましたが、後半は、イクボの逆襲が始まります。それではどうぞ。早速3回の表。ファースト、ファールだ。はい、ストライク。わー、ファールか。先頭は三振に切る。今日はね、シンカーとスライダーのね、コンビネーションが良かったですね。わー、三遊間。この回ぐらいからスライダーを捉えられ始めてきたと。キャッチ、ファールボー。これはピッチャーが取れず内野安打になります。ファールボー。打ち上げて、あ、これもまたピッチャーが取れず内野安打。なんかテンション高いですね、この日は。いつものことなんですけど、特にこの日は高かったですね。ただイクボはこの日はね、よくボール球見たり粘ったりね、よくできてましたね。変わったりね、よくできてましたね。これはピッチャーナイスフィールディングですね。無言のピース。こういうボールでもよく振りましたね、今日は。ダメですね。そしてこれはセカンドライナーっていう判定になりましたね。たまに右ラギラでデッドボール。しかし、これね、完璧に捉えたんですよ。しかし、ファールになってしまいます。そしてさらにまた再び三振と。はい、今から4回の表です。イクボは特別ルールで金属バット使用ありとしていきますので、行きましょう。はい、ということでね、金属バットありというところなんですが、どうでしょう。ファール。イクボ選手、あー、三遊間抜かれた。三遊間ね、早速抜かりましたね。ただこういうのを振ってしまうといけないですね。ただこういうの今日見れてましたね、この外のスライダーとかね。ただ振ってしまう時も多々あると。ただこれもね、今日この日スライダーをヒットにすること多かったですね。これもね、ポテンヒットになるんですよね。ストライクですね、今のはね。今のチャンスボールよ、いくぞ。やば、ファール。ここで三振でワンアウトなので取ります。はい、ストライク。しかしですね、はい、ストライク。ここからフォームを変えた瞬間です。わーわーわー。はい、この打球完璧に持ってかれましたね。はい、左中間への特大満塁ホームランと。びっくりした。完璧に打たれた今。
その後もね、ポテンヒットになったりするんですけどもね、まあなんとか抑えていくというのが感じですね。これもね、バットのグリップに当たってるんですけどね、ヒットになってしまうんですよね。そしてこれピッチャー弾いて内野安打と。これで決めたる。ああ、もうくそ、シンカーすっぽ抜けた。ファールボール。うわあ、一塁抜いた。これもね、綺麗に打たれましたね。危ないボール。オッケー。うわあ。ファールボール。お前の苦手な。シンカーと見せかけてもスライダー、ね、じゃあ満塁から再開、満塁から再開、多分つけててんけど勝手に消えた。これはね、カメラが知らんうちについてなくて、ワンアウト満塁からのスタートだったんですが、早速ねタイムリー打ってきましたね。この時点で確か9対4とかだったはずですね。これも打ち上げてですね、ファールなんですけど、ここもファールと。これで10点目でしたかな。あれ、あーセカンドゴロ、スリーアウト。さあ行くぜ。さあ最終回と。はし、ここから井久保選手のね反撃が始まります。ゴール、デッドボール。先頭バッターデッドボールに出てね、続くバッターがゴール。これいいカーブだったんですけどね、これもいいカーブだったんですけどね。ワンアウトランナー二塁と。初球スライダーストライク。カーブをこれ完璧に三遊間持ってって、ね、これで1、3塁と。わ、そしてこれをきれいにセンター前に持ってってね、センターオーバーとなって、井久保選手ナイスバッティングですね。なおも2塁3塁と。 10対5になってなおも2塁3塁。あぶねえよろ。あ、ファースト、ファールか。そしてですね、この直後、うわ、このえぐい打球、これで10対7と。ああ、見られるか今の。わあ、そしてこれ振ってくれて助かりましたね。トライプ、これでツーアウトと。ツーアウトランナー二塁。わあ、ファール、危ない。そして最後です、ラストボール、ピッチャー打ち上げてピッチャーが掴んでスリーアウトと。思ったよりね、序盤でリードしてたから打ちました。危なかったですね。じゃあ、こんな感じでやってます。で、今後もね、こういう感じでね、やっていきたいと思うので、ぜひぜひ
TikTok ライブ、インスタライブでもしかしたら今後もやるかもしれないので、ぜひぜひよろしくお願いします。見ていただければと思います。それでは今日の中以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。